リオプレウロドンは、ジュラキ中期から後期のヨーロッパに生息していた、地長流。当時の海域において、食物連鎖の頂点にいたとされる。俗名は、H.E. ソバージュによって、たった3つの7センチメートルほどの葉の化石から、名付けられたものであり、なだらかな側面の葉意味する。一つは、フランスのブローニュシュルメール付近にある。 カロビアン時代の地層から発見され、エルフェロックスと名付けられた。他の二つの葉も、フランスから見つかり、シャーリーからのものは、エル・グロスバーイ、カーンからのものは、エル・バックランディと命名された。ソバージュは当初、リアプローラドンを特定のグループとはみなさなかった。化石の大部分は、イングランドとフランスから発見される。ドイツやロシアからも、同族と見られる化石が発見された。 現在のところ、本属に分類されているのは3種で、特に、カロビアン時代のエルフェロックスはよく知られる。同じくカロビアン時代のより希少なエルパキデリスは、シーリーによって、プリオサウルスとされた。ロシア産のエルロスサカスも当初、ノーバスローブにより、プリオサウルスに属するとされていた。また、エルフェロックスだけはほぼ全身骨格が知られている。 全身骨格人との大きさ比較頭部は大きく、重厚な作りであり、逆に頸部は短かった。塩水系の鋭い歯が並ぶ顎は頑丈で、黄筋は強力であったことが伺える。大半の海星爬虫類は、水中では鼻孔を閉じているが、リオプレウロドンは、水中でも匂いを感知できる構造であることが、判明し、彼らが鼻孔で正確な匂いの根源を調べていた、可能性が示唆された。 また眼下も大きく、視力も優れていたと推定されている。胴体の可動性が乏しく、尾にヒレは持たないものの、四つの貝のようなヒレ足によって、かなり力強く泳いでいたと考えられている。前方のヒレ足は、上下に動かし、後方のものは、カジ取りや水を後方へ蹴り出しての加速に使われたと推定されている。その推進方法は、主張流多くの中でも、 特有のものである。ロボットを使った実験では、特別大きな推進力の効果は得られなかったが、奇襲に有効な加速力は、かなりのものであると実証された。頭骨最大前兆は、長年議論の主題とされてきた。古生物学者、エルビートロウは、プリオサウルス科は、頭骨が全体長のおよそ7分の1であることから、頭骨により前兆を見積もれると見出した。 彼の説によれば、エルフェロックスの中で最大とされる1.5メートルの頭骨を持つ個体は、全長約5から7メートルと推測できる。破砕菌の研究では、トロウの理論には疑問符が付けられてきている。プリオサウルスの頭骨は、全長の約5分の1であると示されたからで、ヘンスは、エルフェロックスの平均体長は7メートル程度だろうと指摘した。2003年に、 イギリスの BBC で放映されたテレビ番組続タイムスリップ恐竜時代古代の海へでは25メートル級の巨大な個体が描写されたありがとうございます